こんばんは、こんにちは、サンデーレーシング一口話の、G1 ポイント見解のお時間です。本日は、28日に行われます、中央競馬、ラストの G1、ホープフルステークスについて、個人的な見解、データを交えて、配信させていただきます。まずですね、ホープフルステークス、重要なポイントが一つあります。G1 にね、昇格してからですね、なんと関西馬が6勝してます。関西馬がね、6勝してまして、2着もね、6回、5回ですか、3着2回、着外が2回と。逆にね、関東馬は0104ということで、非常にね、関東馬劣勢と、言ってもいいんじゃないかなって気はします。その辺をね、踏まえて、聞いていただければと思います。まず枠順ですけども、内枠有利と言われるね、中山内回りコースですけども、ホープステークスはね、極端に8枠を除いてね、ほぼ横並びという数字が出てます。そんな中でもね、オープン特別のね、G2 の時から10年で見てみると、中枠4から4、5、6枠がね、30頭中ね、16頭が4枠、6枠。昨年もね、4枠のね、トップナイフがね、2着になってます。キャリアがね、浅い、2歳戦ですし、ね、前半から飛ばすような馬もいないでしょうし、スローのね、持久力勝負になるのか、上がりの勝負になるのかという感じです。もう一つね、早生まれ、1月2月上旬生まれの馬券圏内率がなんと 33% と、高走率が高くなってます。ここ最近ね、近3年見るといずれもね、1月生まれの馬が勝利してまして、昨年はルライレーではね、14番人気で激走しまして、3連単はなんと246万円だったと記憶してます。朝日杯でもね、早生まれのね、馬が勝ちましたしね、完成度の高い馬をね、狙った方がいいのかなという気はします。それから芝のね、1800メートルから2000メートルでの勝利数、ここでね、その1008から2000の距離で、2勝以上上げてる馬の馬券圏内率っていうのがね、39% 超えてます。今年の出走登録馬で言いますと、新エンペラー、センチュリーボンド、ベロキラプトル、この3頭がね、該当します。で、逆にね、1008、2000で1勝しかしてない馬はですね、あまり高走率が高くないというね、データが出てまして、芝1008、2000がね、勝っていない馬がね、未経験ですけども、狙えるチャンスが逆にね、高くなってます。まずね、人気になりそうなところから見ますと、先ほど挙げました新エンペラー、藤田オーナーの馬ですね。それから、サウジアラビアロイヤルカップを買ったゴンバデカープス、それから武豊騎手が G1 コンプリートまであとこのレースだけなんですね、センチュリーボンド、この辺がね、人気になりそうですよね。まずね、関東馬のゴンバデカープス、デビュー戦からね、2戦2勝と、阪神ジュベネルフィリーズ朝日杯もね、
社大グループ系が勝ちましたけども、まあこの馬の場合ね、白老ファーム生産ということで、まあ G1 レーシングなんですね。まあ今回ね 2000m に変わるんですけども、まあはっきり言うと中距離競馬がね、向いてるっていうね、厩舎サイドの考えだと思うんですけども、まあ一つは新種馬なんですよね、この馬ね。まあそういった意味で考えると、まあね、まあノーザンファーム、社大ファームに比べると、お湯分けファームとね、白老ファームってね、あまりその G1 でね、ここ最近活躍馬が顕著に現れてないんで、当然ね、白老ファームの牧場の方での期待も大きいと思います。ただね、 G1 レーシングはね、まあはっきり言うとね、まあダートとね、ペルシアンナイト以来ね、 G1 で構想をしている馬がね出てないので、まあ、そういった意味で考えるとね、まあ人気になるっていう部分ではちょっとね、信用に置けないのかなって気はします。まあおそらくね、一番人気はね、関西馬の新エンペラーだと思います。まあ藤田ね、新、オーナーね、まあ全日本2歳優秀でね、JPN1 をね勝ちましたけど、中央のね G1 はまだ勝っていないということで、当然一番人気になりそうな雰囲気なんですけども、まあ、今回ねモレーラ騎手が帰国してしまいましたので、ブルザバイブ騎手に変わるんですけども、まあね、関西のね、まあ書士の方からね、コメントがありましたけども、前回のね京都2歳ステークスもまあ新勝と言った方がいいと思うんですよね。で、気象の面がまだまだ若いという部分もあって、まあ、モレーラ騎手だからこその競馬で、勝てたというような、お話でございます。まあ、そういった意味でね、今回ムルザバイル騎手に変わるんですけども、それが吉と出るか凶と出るかは、ちょっと疑問なのかなと。で、今回ね、坂のある中山コースという部分でね、まあ、その辺もポイントになるのかなって気はします。で、京都2歳のね、馬に関して言うと、まあ、昨年ねグリューネグリーンがね、人気上位人気に押されてタコ負けしてますので、まあ、そういった意味ではね、まあ、軽視はできないですけどね、それほどその強いっていうイメージはまだまだないかなって気がします。センチュリーボンドに関して言うと、まあ、今回ね有馬記念を勝った武豊騎手で、当然上位人気に押されるでしょう。ただね、まあ、前回勝ったんですけど7頭立てなんですよね。でしかも三着馬がまあ自己条件の一勝クラスのエリカ賞でタコ負けしてまして、これは課題評価はどうなのかなと。で、新興馬主さんだと思いますし、まあね、非社大馬だということも考えると、まあね、そこまで、信頼していいのかなって気はします。それから、ベロキラプトル、今回ね一勝馬が多いんで、一勝馬がね、14頭いまして、11頭がね、抽選で出れると、3頭が除外ということです。この馬はね、2勝してますので抽選にはなりません、まあ、こちらもね前回頭数7頭立てなんですね。こちらも2着馬がねエリカ賞で、惨敗してます。まあ、ただね、2歳リーディング上位に来てるスワーブリチャード3区でありますし、
まあ、当然社内ファームとしてはですね、これ期待する一頭なんじゃないかなって気がします。まあ今回ね、鮫島騎手から戸崎騎手に変わるということで、まあ、高野氏もね、朝日杯でね、5馬 G1 勝利を収めましたし、まあ、期待は大きいんじゃないかなって気はします。まあ使い分けでこっち 2000m に持ってきたんじゃないかなって気はしますので、当然まあ注目していいのかなと。でまあ昨今ね、6日からもその短期免許の外国人騎手が来ますし、まあ12月に関して言うと戸崎騎手ね、まあ正直あまり活躍されてない、まあ馬のね、社内系、農山系の馬はね、みんな外国人に行ってしまって、まあ、そういった面でね、リズムが狂ってる可能性もなきにしもあらずですね。それから関西馬、一勝馬なんで抽選対象となるんですけど、湘南ラプシタ、ラプンタ、まあ、トースポ杯ではね、後方から33秒9の上がり最速で勝算4着と、まあ、新馬戦でね、阪神 2000m 内回りのね、坂があるコースで勝っています。まあ、任したね、2着馬がね、京都2歳ステークスで3着ということを考えれば、それほどね、新エンペラーとはね、差がないんじゃないかなって気がします。まあ、鮫島騎手とすればね、自分をクビにしたジャスティン・パレスに乗れなかったっていうね、忸怩たる思いがあると思いますんで、ここはね、一発は期待したいなと思います。まあ、あと関西はね、テンエースワン、アンモシエラ、まあ、この辺はね、ダートで勝ち上がってきてますんで、まあ微妙と言ってもいいでしょうね。特にそのアンモシエラはね、なんか藤田七子騎手が乗るということでね、非常に微妙ですよね。まあ七子騎手といえばね、この間中山の8レースかな、日曜日の、まあね、結構ルメール騎手がね、怒ってたっていうんですよね。まあはっきり言うと、ルメール騎手がね、先行馬で、前に行ったんですけど、なんかむちゃくちゃ絡んできて、前半ダートでね、33秒の前半になってしまったっていう部分でね、何を考えてんだと言ってたらしいです。それから、まあ、矢作厩舎のね、娘婿ということで田中克則厩舎インザモーメント、まあ、ノースヒルズ軍団ということでね、まあ、お母さんがね、まあ、2000メートル前後で活躍していた馬です。まあ、ノースヒルズもね、今年の3歳世代あんまりパッとしませんでしたから、当然ね、期待がかかるんじゃないかなと。まあ、コントレールまでのね、期待ではないかと思うんですけど、まあ、非社内系ではね、常に注意した方がいいかなと思います。まあ、あとね、人気になりそうなのがルメール騎手が乗るね、木村厩舎サンデーレーシングレガレイヤーなんですけどね、レイディオロサンク、ただこれ牝馬なんですよね。牝馬の場合、そのね、このレース過去、確か1頭しかね、 G1 に昇格してからはね、出てないんですよね。で5着が最高なんで、まあ、そんながね、結果的にその後ね、パッとしなかったんで、まあ、その馬と比べると、まあ、もうちょっとこれでもいいのかなと、案上込みでね。ただもしこの馬もね、抽選なんでね、出れない可能性があるということは、お伝えしておきたいと思います。まあ出てくればね、当然ルメール騎手なんでね、まあ先週のね、有馬記念も、まあはっきり言えばね、武騎手がね、勝ちましたけど、まあ十中八九ルメール騎手がね、全部主導権持ってったっていうようなレースだと思います。
最後にね、関東馬シリウス、コルト、まあ、これはねちょっと関東馬でもね3着とかなら十分あるんじゃないかなと。まあ短距離でデビューして、まあ前回ね中山の2000で、逃げて勝ったわけではなくて、先行位から差してきて勝ちました。まあ新潟2歳ステークスでも5着上がり最速というね、成績を残してますし、今回ね千代田牧場が2頭登録しております。まあ千代田牧場といえばね、サークルオブライフがね、阪神ジュベナイルフィリーズ勝ったように2歳戦からね完成度の高い活躍馬が出るというところだと思いますし、まあね似たようなね、キャラというか、まあ宗像厩舎のことも考えると、まあラーグルフとねかぶるような気がします。宗像厩舎もね、まあ多分そろそろ定年なんじゃないかなって気がしますんで、まあどうなんでしょうね、24年の2月に定年引退になる可能性が確か高いと思うんで、まあ、そうなるとね田中勝春騎手後継ぐのかなと。まあ今回はね三浦騎手が乗るようなんで、まあ、この馬はねちょっと関東馬でもね注意したいなと思います。まあとにかくね、関西馬は非常にデータ的には強いという部分で、あとはねデータに関して言うと、前走1着ないし2着以下では勝ち馬と 0.3 秒差以内の副勝率は 27% と高いですね。これに対象しないのは副勝率ゼロということで、2着でも勝ち馬に大きく離されている馬は副勝率 0% と、まあ、当然3着4着馬でも 0.2 とか 0.1 だったら対象になるということで、まあ、対象にならないのが、登録馬ではココナッツキュート、サンライズジパング、ディスペランツァ、ホルトバージ、ルジルーラーですね。それから中4週以上が副勝率 24% で、中3週以内は、なんとなんと副勝率は、4% と。で今回中3週は、関東馬、いずれも関東馬かな、ウィンマクシマム、ココナッツキュート、ロジルーラーですね。それから関西馬で2月上旬、2月前の早生まれの対象馬は 27% の副勝率です。まあ、今回対象となるのがアンモシエラ、インザモーメント、サンライズアース、センチュリーボンド、テンエースワンなんですけども、まあ先ほど言いましたようにアンモシエラとかね、テンエースワンはダートを勝ち上がりだということで、まあ当然なんか先ほど言いましたようにインザモーメント、センチュリーボンド、まあ、それからねサンライズエースというのはね一戦一勝馬なんですけど、まあ、今回ね、サンライズのね松岡オーナーの法人名義の方で2頭出しと、まあ新馬戦勝ち後の参戦ですけども、ただね時計も平凡なんですけども、今回ねそれほど逃げる馬がね、いないんで、まあまあ、ダートから来た馬がね逃げるかもしれませんけど、まあそろそろね、デムール騎手のね一発を、まあ、注目されている方もいらっしゃるんじゃないかなと思います。先ほど言いましたようにちょっとね関西馬の中では個人的にはね現時点ではそのね、抽選対象となる馬が多いので、まあ新エンペラーよりもベラ・キラプトルに関してはちょっと注目、それから一勝馬では、湘南ラプンタ、サンライズアース、インザモーメント、
まあ、この関西馬はね、今申し上げた通りのところで個人的注目馬として挙げときます。まあ、当然ね、ルメイヌ騎手が乗る、レガレイヤ出てくればね、牝馬ですけどもね、まあ、あのデビュー戦でね、あの札幌にサイステークスを勝った馬に勝ってるんですよね。まあ、そういった目で考えるとね、レイディオブロサンク、中山2000はベストなんじゃないかなと思いますんで、やっぱり注目した方がいいのかなって気がします。以上がホープフルステークスの個人的なポイント、見解とポイントです。29日のね、東京大賞典、注目馬等はね、またショート動画の方で上げさせていただきます。それでは、また次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。